第19期プロクイーンベスト 16D 卓実況の鳥谷幸典でございます。解説は滝沢和典プロが務めております。よろしくお願いします。お願いします。それでは対局の準備ができているようです。第19期プロクイーンベスト 16D 卓4回戦投牌の開始です。立ち合い人猿川雅俊の合図によって対局が開始されました。さあ4回戦ちいちゃから川原なんちゃ岡田、シャーチャ古谷、ペーチャ二階堂秋の並びとなりました。トン一曲ドラ9万。さあ川原のハイパイ、ドラの9万が見えます。メンツはありません。やや上目のハイパイでしょうか。そしてなんちゃ岡田、これは本一丸見えでしょうか。三層から純統一、シャーチャ古谷は白が重なりました。第一角です。二階堂秋はマンズで一メンツ、はい。まあ、これあれですね、はい、着順勝負みたいなところありますね。上位の3名はこれは上位3名が 5.7 ポイントに入ってしまっていますか、はい、で一着順差が、はい、10ポイントずつ離れてますんで、はい、もう純粋にシンプルに着順勝負と。なるほど。そうなると古谷だけ条件としてはちょっと厳しいですか。ただ 29.4 ポイントなので。そうですね。あと幸いにもこのシャーチャースタートっていうのもあって、はい、まあ、最後までね可能性は残りそうな。なるほど。後に親番が回ってくるということで、はい、親番が後の方が何がいいかっていうと、はい、結構打牌が制限されちゃってる人が増えるんです。うん、なるほど。もう、まあ、例えば可能性のない人とかですか。そうですね。ただ2着勝ち上がりなんで、はい、そこまでの恩恵はないとは思いますけども。さあ古谷は簡単に言うと岡田とトップラスということですか。まあ変わるとは思うんですが、この後現状、あ、岡田じゃない、川原ですね。あ、そうですね、はい、かつその2人まくんなきゃいけないんでね。あ、そうですね、うん、上位2名に入らなければいけない。例えば川原に勝ったとしても岡田秋に行かれてしまうと、まあそうですね、誰がターゲットになるかまだわからないですけどね。さあこれで、まあ、すごいシンプルに、はい、とりあえず浮くってことですよね。浮いてトータルポイント大きなトップ取ろうぜってことですか、はい、4万5000点ぐらい目指すっていうイメージですかね。なるほど。5万点あれば大体なんとかなってくるかなと思いますけど。さあ古谷がパーピンを仕掛けています。5万点でいいって考えるとそんなに難しくはないですよね。5万点台のトップだと。そうですね、はい、古谷さんにも全然可能性あると思いますよ。現実的にあり得るトップです。これは初がもちもちですね、はい、ドラドラの手決めたいですね。はい、秋はこの形シャンポン両面といういいシャンテン、ん、何やら縦に来て、ここはシャンポンの天杯先制リーチは川原、チーソーパーソーの並びシャンポンは山にパーソーが1枚、ただチーソーがありません、はい、結構ね押さえつけることはできるかもしれないですね。さあ積もり3アンコウのリーチ、リーチ積もタンヤを高め三アンコ。もう秋さんなんかも即リーチ打つ構えだったと思うんですけど、はい、これでもおそらくイーソーイーソーとかね手がなっちゃいますか、かかりそうな気はしますけど、あ、むしろ、ああ、もうこれはもうイーソーイーソーでしょうか、はい、イーソーでいいのかなというこの間でしょうか。まあ9万切りだとカンパーの受けが残るとかね。だからドラですからね。ここ9万切るんだったらってことですか。さ、少し考えます。サブローマンがかなり薄いんですよね。なるほど。ウーマン現物、うん、今5枚見えてますね自分の目から。なんでカンパーの受けも残した方がいいんじゃないかっていう。ウーマン切ってパーマン引いて9万切り、はい、あ、それを考えていたようです。ただね、マンズ周り重なってからの9万引きなんかもあるんで、はい、まあ、やっぱ打点には変えられないのかなとか思います。9万9万って打って1000点はちょっと寂しいですよね。いや寂しいですね。
という春順だったようです。さあ古谷は数層引いてきて、こちらも少し考えているようです。古谷さんもね、ここはチーマン、とにかく大きな5万点ぐらいを目指すっていうテーマが、ね、はい、明確なんで分かりやすいですか。はい、山に1枚です。パーソーヤンウーピンとハク、古谷は鳴かず、はい、声をかけない。じゃあもうハクハクですね。はい、引けるか。パーソー、パーソー引いたらもう勝ちですね。パーソー引いて、そうですね、勝ち。さあ岡田が前に出てきました。チュンのポン、本一チュン、リャンウーピンの天敗です。1,2,3,4,5,6,7、あと1枚だ。あー、パーソーここに来た。ちょっと無筋の数が、そうですね、2枚は打ちづらいんで、はい、とはいえ9万9万ってあの仕掛けに対して打ちづらくなっちゃってるんですよね。順を仕掛けています。なんちゃの岡田です。ルーマンと、うん、秋一歩交代、ロンハイのパーソーを引いて交代。スーピンは隣でした。これ岡田さんがどこまで押すかもありますね。見どころ。岡田の天敗対親の川原のリーチ。チーソーパーソーはない。まあ、自分の目から、はい、リャンピンがもう4枚見えちゃってるんで、はい、あって2枚じゃないですか。なるほど、ちょっと心もとないですか。そうですね。なんでもし、まあ、パターンとしてサブローピン泣いて、はい、スーピン切りでシャンポンに受け替えるなんてのも一応なくはなかったかな。なるほど、打点の方どうせ1枚なら、はい、1、2枚の違いならですね。9万が通りましたね。9万ですね。9万になるでしょうか。もう2枚切れの9万となってしまった、はい、うわー、8枚目。あー、8枚目のツモは岡田。さあ本一春、はい、これは千二千。なんかずっとこの自分のフォームで打ってるって感じしますね、岡田さんは。いやー、ブレずに打ててる感じですか、はい、さあ岡田がここで千二千です。素直な打ち方って、ね、上がって親番を迎えます。トン2局、その岡田の親番。ドラは春です。さあ3人が三つどもえのような状態で始まったよ、最終4回戦です。まずは岡田が戦2戦1,2,3,4といつ岡田のハイパイはドラのチュンが1枚。ここは表示牌の初から古谷も初。ここもメンツはありません。秋はペン3ピン1枚目がやってきた。純ちゃんかチートイかみたいな。ローピンのポンから入りました岡田。仕掛けが好きっていうのが今出てきましたね。はい、はい、ちょっとリラックスしてますか。4回戦です、ね、かなり緊張して臨んだとは思うんですが、はい、そのトイトイの候補の中でもね、一番泣きづらいローピンから出たんで飛びついたって感じです、ね、はい、さあローピンに続いてペイも仕掛けていく。あとは1球ですからね。はい、チュンの重なりを見ています。チュンは山に3枚。この両面ターツを落として露骨に行くという、お水か、いや、トイトイかなんだと、はい、いうところ。どっちもありますね。さあ岡田が伸び伸び、いつもの自分のペースがこうなんでしょうか。そしてあと泣く牌は橋牌、パーソー2枚切れ、急走のポンも待っている。川原が4枚目のローピン、岡田はローピンとペイをポンしています。チュンは誰の手にも、あ、1枚、1枚岡田の中に、はい、真ん中に。チュンの重なりも期待できますね。いやー、これ重なると恐ろしいですね。ん、こっちが重なる、ローソー前山ですね。前山ですね。1,6,9走、はい、川原がイーソー1枚持ってます。ああ、そかそか。でもそれだけですね、はい、
これね、だからEピン打ちたくないですよね、あんまり。打つならスーピンの方がいいかなっていう。というのはあの3ピン切りですか。まあポンされそうな牌ですね、はい、実際は泣かれないんですけども、この白トン両方いけるかと。いけないですね。いけない。ここはただ捨ててる3ピン、はい、あのもう川原さんとの1対1持ち込むのに、はい、もう岡田さん一発上がられてもいいやっていうのも考えもありますけどね。まあターゲット2人の方がいいですけどね。いやー、この2人勝ち上がり、それによってやっぱり打牌って変わってきますね。そうですね。秋は3ピン2ピンと落としていきます。川原がこれで白トン仕掛けにくくなってしまっています。そうですね。でも3ピン2ピンなのかな。2ピンは今通ったばかり。ローピンは岡田がポンしている牌、あのポン絶対ポンされない牌なんで、はい、2ピン3ピンはあと打つとしたらそうずか。ローピンペイをしている親に対して、そうですね、やっぱこうですね、2ピン3ピン、そして悠々とイーソーローソー急走チューン、チューンが来るかもしれない。そうです、まだチューンは山に3枚です。いや、岡田にチュンチュンチュンと来るパターンもあります。ありますね。いや、チュンチュンチュンって来たらもう4枚ですね。チュンチュンでいい。急走がここに来ます。これで急走 山になくなりましたね。はい、秋と古谷で1枚ずつ。チートイツも見えてきた。さあ、しかしトイトイに当たる牌は打ちたくないか。ここでポンしているローピン、イソ三層ションパイですもんね。いやー、ここはどうなるでしょうか。川原重なり方によっては、そうですね、もしテンパイ入ったら打ち出す可能性ありますね。はい、いいピンも狙い目でしょうか。チーマンションパイ、でもやっぱトイトイドラドラとか打ちたくないですね。いやー、そうですね、もうちょっとションパイや一枚切れの牌打ちづらくなってきます。どうやら本一じゃないぞとなった場合はもうトイトイ。岡田を中心に小型3人が合わせていきます。川原そろそろギブアップもあるでしょうか。難はありますね、はい、はい、難は岡田の現物です。ああ、ここで難、全員下ろした。これで最低でも1人テンパイという方向でしょうか。上がりまでありますね。上がりまでありますか。はい、一応さあ引けるかといったところ。老僧が新山なわけですからね。はい、流れたら流れたですが、どうだ、スーピン、チュンがまだ3山ですからね。いや、そうなんです、チュンが見えてないのがめちゃくちゃ不気味。これみんなチュン見えてないから、やっぱり岡田にチュンをこう想像しちゃってますか。するでしょうね、この状態。はい、ただこれだけ全員降りてると、はい、みんなまあチュン持ってんじゃないのっていう。あ、なるほど、チュンが分散してるパターンもありますか、はい。これもションパイ、ちょっと手ずもこれ乱走ですか。短期、そうですね、短期に当たらない、はいはい、そうですね、はい、トイトイに当たらなそうな牌ですね。ローソーもチュンも全山、さあ岡田、いや出てこない、引けるか。そうそう、チュンか、いそう、うん、イーソーが、1枚、チュンがここに1枚来ました。でね、こんだけ気配がないとチュンも打ちやすいですよね。岡田さんテンパった時に、いや3者がやめてる感すごいですね、はい、何でもかんでも止めてるような川ですもんね。さあ、ローソー引けるか。え、引いた、これでテンパイ。さあ、今チュン出るんかいとなりますが、そうですね、なりますが、で上がりまであるか。イーソーは 1枚ありますね。
聞けるか。まあこれ一人テンパイも変わらないか。1300オールも、そうですね、1000点オールもほぼ一緒です、はい、さあ岡田の一人テンパイで流局。これはお見事、ローピンのボン。そうですね、いい、なんか踊らされちゃった感じがありますね。いやドラがチュンということで、はい、そしてテンパイでチュンを切りやすい状況でしたが、しっかりと切ってきました。やっぱりね、本当泣きが、はい、あの好き、泣くのが好きっていうタイプ、自分でね、そういうおっしゃってるだけありますよね、はい、なかなかローピンポン声が出ない人も多いと思うんですけど。いやそうですね、チュンが一枚ですからね。仕掛けた後ペーと言いそう急走、泣きやすい牌が残っていました。さあその岡田が連チャントン2局1本場、ドラのチュンがドイツで入った。いや今度は連続してドラチュンですが、今度は2つある。そして山にチュンが2枚です。そしてトータルポイントなんですが、まあ、現状岡田がトップに立っています。まあ、そうですね、これはあのはい、ポイントはそれほど関係なくて、もうこの半チャンの着順勝負と思っていただいた方がいいです ね。 そうですね。で古谷さんとしては、はい、あのまあ、岡田さんがじゃあトップでいいよと、トップじゃなくて2着でいいよと、はい、おっとドラさん、そうすると、はい、その残りの2名をまくるっていうことになりますよね。自分がトップに立った時に、はい、川原秋が3着4着みたいな、うん、古谷にはその条件がそうですね見えてきたというわけでしょうか。となると17.7と30引いて15、もうなんか4000オール一発でほぼ並ぶみたいな、うん、なるほど、状態ですね。つまり、全然ありえるってことですね。ありえます、ありえます。三つどもえから四つどもえになるかもしれません。ただ親の岡田が隠れチュンドラさんです。チャンスですね、これ。連想かな、これはチャンス。普通はね、換算層のターツに手をかける、ね、さあポンもあるぞ、チーもあるぞ。数層連想って切るよりも連想数層と切った方が、はい、あのちょっと速度感がなくなるんですよね。うん、外から切るとそうですね、中の両面を待っていたということになるでしょうか。そうです、そうです、あのターツが完全にいらないターツがあるんだってことになっちゃって、はい、あ仕掛けた9万の地です。さっきの剣もあるしなみたいな、今度は何だろうと、はい、この捨て牌総図と自牌しか切っていません。ただ9万両面の地です。山にありそうな9万から仕掛けていったように見えますが、そうですね、はい、これはまあ普通に考えたら高いやつですよね、はい、これは薬牌暗号。でもトンとトン切られてる、初も白もないとなったらしかないチュンだ。そうですね、普通は、はい、もしくは鎮逸かなんてパターンもありますが、自敗の出が早い。そしてサブロッキューマンが二度受けのケースが非常に多いんですよね。あなるほど、実際二度受けという、はい、さあ両マンつもぎり、あとローマンが古谷に流れました。ちょっと岡田のローマンのポンが入って、サブローマン少し苦しくなります。川原テンパイ、スーソーとパーマンのシャンポン、はあ、もうこれ見せますか、もうこの際。そうですね、見せます、チュンのアンカンス、ね、さあ一緒ですがスーパー怖いです。これシンドラはトンになった。さあこれでどうする三者、もうちょっとこれどうします。新しいやつは切れない、ね、新しいやつはい切れないですね。さあシャンポンテンパ入れてる川原、ローマンをポンしています。さあパーソーぐらいは大丈夫でしょうか。悪くね、ローマンとかめくれなくてよかったですけどね、はい、バレててもチュン切るっていう手もありますよね。うん、はい、岡田の選択はチュンのアンカンです。多分貫通から切ったなって思われても、はい、よくありますね、その、はい、バレたくないから貫通から切る。さあ待ちが増えます。サブローソーパーマンになりました。そんなに良くない、サブローソーがもう山に1枚しかない。さあ救世主現るでしょうか。パ
ーマンはパーマン1枚切れの、はい、2枚使われの C に1枚、これでロー9万になる。9万は自分で切っています。ただ単野なんでね。そしてチーマン切れるかの瞬順でしょうか。単野は単野ですね。そうですね、ローマンポンしますし、こう受けるしかないでしょう。うん、古谷はこれリャンピン、いや パーピンがポンになるぞ。岡田、さあ岡田のリャンマンですね。サブローマン打てないですもんね。はい、岡田の現物リャンマン。あ、まだ手出し入ってないのか。あれからあれからそうですね、ずっとつもぎりです。ローマンポンから手出しが入ってないってことは、今ならまあ一応打てる。なるほど、いいピン、いいピン。ちょっと岡田に行きづらいですか。これは数層うそになってもおかしくないでしょうか。パーマンパーマンかもしれないですね。パーマン自分の目から4枚見えてますから。なるほど、パーマンパーマンなら、いやー、ね、ここは数層だ。そうか、パーマンだと思うけどな。あ、その一手の違いで3層がつもぎられます。こうなるとパーマンだな。今のはパーマン。リャンマンは現物。さあ岡田、何が入る。まだ脳天なんか入ってまたなりますね。そうですね、ポンとか言われたし、シーとか言われた瞬間にうわーずこーってなりますが、いやー、ただドラのチュンを暗冠しています。まず9万の地位、ドラのチュン暗冠という、こんなに怖い親のフェイスありません。手広さはパーピン切りですけど、パーピンはさすがに打てない。ウソローそうですね。ここは、はい、打てない。で、イスチピンが、で、テンパイか。古谷さん、あ、古谷ですね、はい。さあ、岡田は、あ、ここはいいピンか。いや、ツーマンつもぎり、9万。そうなんですよね、つもぎっとくと3万投げるかもしれないですよね。あのローマンポンから手出しがないってことで。ああ、なるほど。9万はもう地位しているからということでしょうか。これをね、あ、テンパった。川原テンパイ取れました。ああ、岡田テンパった。そしてこのいいピンは背景ではないですね。一回ある？いつもないっすかね。ないのか。さあ、E ピンを見て古谷地位をす、ん？地位をして老僧ですね。はい、老僧がただションパイなんですよね。ああ、ここはやめます。あ、でもなんか打てそうだけどな、老僧。これが背景ですね。これが、はい、手番最後のリャンピン。あ、テンパイキープしました。川原流局です。さあ、強烈チュンの暗冠、ドラの暗冠をした岡田、そして川原、2人テンパイです。岡田連チャンとなります。本流局日本馬、岡田さんをまくって、はい、何点まで持っていけるかっていうのが古谷さんのテーマですよね。あとは着順勝負。ダブトン、うわー、ダブトン統一。さあ、トン2局、日本馬、ドラリャンピン、ドラ1欲しいとこですね。打点を少し上げたいか。秋はソーズで1メンツ、川原メンツはありません。これも一応4統一なんですよね、岡田さんの手。トン以外からも行くかな。さあ、仕掛けが、イーソーチーマンなんかね、仕掛けても、はい、岡田です。こちら仕掛けてもいいような気もしますけど、で仕掛け遠いなって思われると、はい、割と
簡単に泣けたりするんですよね。あ、なるほど。投資掛けにいちいちねこうケアしてらんないってことですか。はい、のでそういう人って泣きやすかったりするんですよ、ね。シーマン3枚目自力であんこにしました。このトンは泣けるか。ですね、はい、さあダブトンから仕掛けることができた岡田。もうシンプルに3ピンとしましたね。はい、いいシャンテン取ります。これトイトイ含みなんでね、これでいいでしょうね。はい、手配変化も楽しみ。いそう、小さい親がダブトンを仕掛けています。古谷メンツ一つ目、三面ちゃんの想像になりました。形はいいですね。さあダブトンを打ったのは秋です。今局は戦うというか行きますよということでしょうか。ジャントがあんこになる。来た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 。3万か。シンプルに数万の方がちょっといい、のいいんじゃないかなって思いつつ数万というね。ああ、なるほど。でも打点だけ考えたら3万ですよね。単用がつきやすい。はい。さあこのそのいい万がここに2枚という形です。 G1 はないですからね。ああ、0枚。 G1 は0枚で選択成功っぽいですよ。はい。あとは後でウーマンローマン、はい、切るのが嫌っていうのもあったかもしれないですね。うん、マンズの上、まず持ってるなら上なんで。はい、岡田がですね。岡田さんが、はい、はい。ダブトンをポンしている岡田です。川原はマンズの上を払っていく。きた、テンパイ。これはトイトイ変化もあるし、一旦はい、カンチーピンに取ります。うわ、怖い。怖いけど、まあ割とチャンス手なんだよね。手出しの老僧がありました。親の岡田です。チーソーポンもありますかね。チーソーポンの短期コロコロとかですか。そうですね。ただチーソー打ってきたってことはっていうのもあるので。あ、そうですね、まあ、いろいろ考えるとこありますね。テンパイです。川原そのリーチ打っちゃうか、イーマンイーマンとなるか。1枚切れの換算ピン、ドラをローピン切って闇だ。はい、手代わり3色、ヤンソーは場には見えていません。これは一応3ピン引き直してドラ受けができるんで、パーピンというのもありますね。うーん、はい、パーピン、カンウーピンになりました。岡田のテンパイ、ダブトンをポンしています。ね、パーピンが4枚見えてるんで、マチとして優秀なのはチーピンの方かもしれないですね。うん、使いづらい。パーピンが4枚ならチーピンが端配化してるっていうことですね。はい。さあポン、あ、これリーチならポンなしか。したあー、リーチに対してもさあ、ダブトントイトイになった。決まった決まった。これでさあ現状数ピン短期、数ピン短期は山に1枚です。川原さんは換算ピン、換算ピン対数ピン短期。最終手出しがローピンを、はい、ただ3ピンいいですよ。言いやがったんですね。3ピン3枚、これ待ち変わるでしょう。いいそう。いや、まあ、こう絶対通るんですね、はい。これは切った方がいいですね。はい、今度リーチかかってるんで。ドラを、なったら裏も合わせて2枚増やす必要は。そうですね。はい。ありません。ここ勝負かけちゃうか。さあ、川原、リーチ前直前にローピンが切られています。そして、岡田には3ピンが現物。うわぁ、数ピンに一瞬見えた。びっくりした。取りそうなのはスーピンですね。ここでウーピン短期とします。はい、そのウーピン短期は山に1枚。なんといらっしゃいますか。3ピンは3山です。あ、スーピンつもぎり。あ、まあ、今現物だからウーピン。さあ3ピン深いですよ。3ピン3枚ですもんね。はい、ここで3枚いるんです。2ピンがドラなのに3ピンが3枚も山にいる。
切る牌に詰まっているでしょうか。現物数ピン。三山の三ピン。ウーピンだ。あ、岡田の上がりダブトントイトイ。12000は12600。あと川原ここで手痛い宝珠。いやですね。はい、そして岡田は大きな大きな通過を決めるような上がりになったでしょうか、うん、これでやることは明確になったかなって感じがありますね、はい、うん、やることというとみんなが、はい、みんなというか、まあ、岡田さん以外が、はい、秋さんを狙うという。なるほど、はい、2着の秋をターゲットに、まあ、古谷さんはトップをまくるってことですね。トップになった瞬間に、うん、はい、まあ、川原さんは少なくともまくってて、はい、何ポイント差だっけ、秋さんと。さあ岡田、白髪統一のハイパイを手にしました。 43.2 ポイントですね。 43.3 ポイントですね。はい、古谷だからトップ、まあできればトップラスにしたいけど、はい、トップ3着でも 23,300 さあつけば OK ですね。さあ岡田は今すごい遠くに第3弦を見つつ、白髪統一です。秋は想図の多いハイパイ。初仕掛けました岡田。まだまだ行くよと。はい、そしてトイト、ヤクヤクトイトイが見えてるんです。ちょっとね、今回はでもその、はい、374ピンという、はい、ちょっと泣きづらいハイですか。泣きづらい、はい、トイトイとしては白も泣けた。あ、やばいやばいやばい。2シャンテン。やばいやばい。チュンが。確かに3層、チー層、数ピンと。チュンが全山。なんか楽しそう。楽しんでる感じがする。これはい、チュン引いて。別に何でもいいやみたいになりますか。恐ろしい。チュン引いちゃえばね、トイトイ必要ないですからね。チュン引いちゃう可能性はあります。なんと今チュンは三山。さっきからなんか岡田チュンに愛されてませんか。確かによく見てる。いえ、ドラのチュンから、はい、ずっとチュンが山に深かったり4枚来たり、そして今回は第3弦の可能性があったり。川原は 1,2,3 の3色、これでいいシャンテン。このフォーメーションまたなんか何回も見てるな。イーシャンテンで統一3組、はい、イーシャンテンで統一3組、そうですね、なんかよく見てます ね、はい、そうですね。あまりよく、そんなよく見るものではないんですが。ちなみにこれ全滅です。この3層チーソーですか。はい、あ、はい、スーピンもです。あ、なるほど、スーピンも含めて。あ、ここでチュンが出る。なるほど、これ楽になるな相手は。はい、助かったような。楽になるけど三元役はない。ただ手の中どうなんだってことですか。そうなんですよね。はい、もうそれなりの手になっちゃったっていうプレッシャーかけることにはつながってますけどね。さあ、そして同時に川原のペン三層もありません。これスーピン切りですかね。やめんこて、あ、ここはまだトイトイを見る。すごい。いやー、高打点仕掛けて、高打点を急ピンだ。場を引っ張っていきます。古谷さんトイだけ、うん、あ、ここはパワーピンつもぎりでした。とにかくね、もうトップをまくるにまくりに行くしかないんですよね、古谷さんは。はい、これはリャンマンの次のイーマンが打ちづらい、イーソの次のリャンソが打ちづらいという。難しい、2枚切るのは、うん、ただね、やっぱり、はい、これも一応勝負かけに行った方がいいんじゃないですかね。これもまたトイトイに当たる牌は打ちたくないという。そうなんですよね、全局と似たような状況でしょうか。まあ、イーソ、はい、これね、リャンソから思い切ってバシッと行くとまた変わるんですけどね、局面が。でも連想重ねてシャーシャーがあるから、はい、シャーもでもションパイだな。2枚目のチュンがここ固くなに手広く受けないですね。いや、そうですね、もう高打点を見ています。5万点超えです。岡田
ったいったいったいった。リャンソー行きました。まあ追いかける立場ですからね。はい。テンパったカンウーピン。カンウーピンのテンパイ。古谷役はありません。岡田は初ハクとポンしています。最短短期に受けるか。さあスーピンローピン9ピンともに岡田には打ちたくない。そうですよね。これでもドラが3ピンなだけに一応打つならローピンなんですかね。はい。どうなんでしょうか。この盤面です。でも打ちたくないというか、はい。まあ、古谷さんにとってはリスクがないので、うん。まあ、9ピン切って3ピンただ待つでもいいですけどね。ああここは両方打たない、はい、両方打たない方針。秋も慎重に打牌を選んでいるところでしょうか。ドラの3ピン。あ、イーマン取ったんですね。ん、テンパイです。順からなんだけど、まだわからないですね、はい。ここから両面変化もあるでしょうか。古谷は、積もっていた。前順両層を切っています。結局、3層も小層も取ってなくて、これ3層小層当たりなんですよね、ちなみにね。ああ、なるほど。厳しい。まあ、踏ん張りましたね。山にはない3層小層。岡田のペース。全員が岡田を見て打っています。さすがにね、岡田さんは、はい、もう突き抜けて。岡田はこのまま行けば通過が見えてくる状況。まだトン2局ですが。Gピンここでイーマン通っています。ん、さあ間違えるか。ああ、会話ない。何の迷いもない。そしてそうですね、どうしようかなっていう瞬順も、もう基本的に決めてるってことですか。そうですね、何引いた時だけこうしようって決まってますね、おそらく。これも打てないですね。うん、ここはウーソーとします。現物そのウーソーを仕掛けました。秋がリャンウーソーのテンパイを取らず、あ、取らず、うん、ローピンは、ローピンはそうですね、ションパイですね。うん、取っていればというところですが、ローピンはかなりしんどい牌。さあ数万が打てますね。はい、これで天牌です。これでリャンウーソー、あ、はい、リャンウーソーですね。先ほどすみません、リャンウーピンと一応二山ですよ。はい、岡田のウーピンに私反応しました。これやめるかもしれない。ドラの3ピン、あ、打っていく、いい。あ、でもなかなか当たんないか。そうですね、リャンピン数ピン打ってますもんね。岡田がここは勝負どころというような親番。打ちやすくなったとはいえ、ドラの3ピン打っていきました。さあこのウーソーが9万打てるか。はい、9万で、はい、流局となりました。岡田、そして終盤にテンパ入れた秋の2人テンパイです。さあトン2局、岡田はこれで4本場です。連チャン、ウィニングと
連チャン。もうできるだけかき集めた方がいいですよね。ここは、はい、展望かき集める場所。ドラはチーマンです。ハイパイはどうだ。ソーズで一メンツ。ドラ表示牌のローマンもある。ハクトイツは古谷、三トイツです。秋がまあ、どうでしょうか。タンヤオケスーピンアンコ。古谷仕掛けても親番迎えちゃいますか。どうでしょうか。それも一つですけど、はい、まあ、岡田さんが突き抜ける分にはもう何も問題ないというか、うん、まあ、あれをまくるだけですからね。岡田さんをまくるっていうゲームに変わりましたね。なるほど。岡田まくりゲームに変身しているんです、はい。手元の画面ではトータル 46.8 ポイント。岡田追いかける2着、秋が 16.9 ポイントです。そうですね、40ポイント差ぐらい川原さんと秋さんの間にあるけど、はい、まあ、この着順がこうだからってことですよね。現状の、はい、着順での計算となります、はい。トータルで川原が3着マイナス 24.3 ポイント、古谷マイナス 39.4 ポイント。で実際川原さんは、はい、15,600点差を詰めれば通過という感じですね。現実的な点差ではないでしょうか。まだ親番もあります、はい、っていうかトン2局です。岡田圭の連チャンが続いております。古谷急走を引いてきています。ちょっと初でしょうか、うん、体が前に倒れつつあります。どうしても集中すると前に来てしまう時があります。ドラのチーマンを引いてきた川原。チーマンが今局初めての登場です。あと山に3枚。2ピン。9万1枚切れ。ここは関ウーソーのターツを払っていきます。ウーソー1枚切れです。いろいろ、ね、あります。今の選択もね、9万切りも直接的な要素は少ないんですけど、はい、ここは9万とチュンのシャンポンの形を見たってことでしょうか。そうですね。あとドラも1枚引けるってのありますよね。6、7、8、9でも得と、はい、使えるってことですね。さあ秋はチーソー引いてきました。ドイツ 4組の形です。まあ、安全牌がなくなるのが怖いってことですよね。こういう手が止まってるのは現物地風でもあるシャア。じゃあどうするかっていうと、はい、こっちか。ローピン、ウーピンってほぐすとかね、いろいろありますけどね。うん、あのダブルリャンメンターツ、はい、でもメンツが足りなくなっちゃうのか結局、まあ、これが古谷はどこを切る。まず1通を見たいですね。さあダブルターツのところを両面チーです。結構薄いんだよなこのスチューピン。スーピンを岡田があんこで持っています。入った。9万をあんこにして関羽総払いが大正解。そうですね、先制リーチ川原大正解。さあ1万、5600点差を詰めるべくリーチと行きました。チュンと3ピンのシャンポン一発もありません。チュンは山に2枚、3ピンは山にはありません。古谷が1枚使っています。さあそして岡田はチーマンを引いてきて、この天杯リーチに行きました。イースーソーの筋のシャンポンこれは行かなくてもいいんですけどね。行かなくてもいいと。でもまあまあこういうフォームなんですね。はい、強い選択。4本馬ダントツの親からの追っかけリーチ川原、この表情マジかよと。うわー数万、寒いだろうな。いやー、はい、リーチなんですかと。なぜだと。まあトップ面のねリーチってことは、はい、まあドラが見えてるとか、
いや、そうですね。何かしら理由が。さあ、秋天杯。リャンソーパーソーシャンポン。パーソーだ、秋の上がり。タンヤオ、線は4本場で2200。よく上がりきったな、これ。いやー、岡田の強い選択、イケイケでしたね。すごい、シャンポン1。思わず滝沢さん、ちょっと笑ってしまうぐらいの。リーチなんだと。いやしかしこのトン2局岡田にとっては大きな大きなイニングとなった。ご覧ください、現在トップは岡田。そうですね、もうトータルポイントはそれほどもういなくて、はい、今の卓上のね点数で、点数の着用勝負ですね、はい、さあトン3局、古谷の親番ドラウーピン、あードラドラ秋。さあ最終戦は、まあ、古谷以外着順勝負というスタートでした。川原の想像が、はい、たくさん。川原はちょっと楽しみですね。ああパーソーが薄い、1枚しかないやと。初が重なって初ドラドラ見える。現状9200点、着順勝負で大きなビハインドを。川原高打点が必要か。順調ですね。わースーピンつながった。理想的な表示牌ですよ。旬のポンは岡田です。今回はやや遠いところからの仕掛け。仕掛けが好きな岡田。古谷はここで3ピン、初があんこになった。秋チャンス。まあとにかく手広くですね、古谷さんは。はい、古谷は手広く。多少打ってもね、関係ないんで、もう。自局、わあ、両ピン。ちょっと両ピン、どうなるでしょうか、ここ。ドラ引いた。ドラを引いたらちょっと打ち出しづらいでしょうか。そうですね、鎮痛にこだわる必要ないかもしれない。はい、約2万点差をまくるんですね。河原さん足頃の3色いいシャンテン。さあ打点が見えてきた。連想ですかね。ドラの両面ターツを生かしてここは足頃。岡田は今両面ターツがもう一つできました。チュンを仕掛けています。ん、スーピン。秋が初ドラドラのイーシャンテンです。もう馬しかないでしょう。はい、岡田は手が進みません。秋は何が入る？ローピンが入った。両ピン切るか。はい、想像払うかですか。まあ結構余裕あるんで両ピンかな。はい。はい、天杯初ドラドラです。上がればいいですからね。これは小そぎり。あ、パーワン3枚切れてるのか。つもぎりもあるでしょうか。しごろを見た。あ、つもぎり。そうですね、想像が後継になったときに、はい、マンズをすべて払おうかっていうのもありますかね。あ、パーソー引きとか。古谷はここでベンチマンターツ払います。ウソは宝珠でした。嘘が出る未来がある。嘘にくっつけないと。あー、チーピン、ピンズ伸びてた。いやいや、秋はもうテンパイを入れています。
岡田は遠い仕掛けでチュンを序盤に泣いています。んさあこれでウーソー打たなくて済みますか。これローピンパーピンですね。パーピンかドラウーピンです。あここは三万リャンマンという選択でしょうか。古谷がギリギリウーパー双方銃を回避しています。数万だ。秋は本一なら先ほどのチーピンで積もってましたね。リャンピンアンコー、あー、はい、チーピンサブローピンになってましたね、はい、確かに本一に行ったら、はい、やや悲しいチーピンとなってしまいました。ん岡田が天杯入れました。サブローソーチュンを仕掛けています。いいペーコーになった。3品ですね。ここは3品2人の現物の3品でしょうか、はい、川原サブローピンのターツはありますがんちょっと泣く場面ではないか。ここはさあ初いいペーコードラドラ打点が上がりました。パーソー実はパーソーがあと1枚だけです。さあ川原は、うん、ここで初サブローソーあと2枚。数万ですね。数万は下茶の現物。うん最後のパーソーがここに来る岡田。これは小さそう2枚切れ、まあ、親に小ささせたくないっていうのですよね。秋さんを警戒 というよりも親古谷の連チャンは避けたい。あしかしここはパーソーとなる、はい、秋の上がり初イーペーコードラドラは8000点。2着の差が少し縮まりました。どんどん遠ざかっちゃいますね川原さんからすると。いやーそうですね川原からすると待っての状況。岡田と秋が走っていく。さあトン4局です。今上がった二階堂秋の親番ドラはチーマンです。ちょんちょんはメンツはありません秋です。川原もメンツはありません。シャーチャー岡田こちらもメンツなし。あ、4人が4人ともメンツありません。時間のかかる局となるでしょうか。古谷はドラの両面ターツがあります。急にみんなよく混ざったバラバラのハイパイです。準勝負の4回戦岡田と秋がトップと2着。追いかける川原。古谷さんにとってはちょっと並びは悪くなっちゃいましたね若干ですけど。ああなるほど秋が 上に来ちゃってますか。そうですね2人まくらないといけません。今のままだと、はい、28.9 29.1 かのトップなんで秋さんがあ、2着ですね2着になるんで、はい、それをまくんなきゃいけないわけですからね。かなり大変な作業になってきたということですね。これを3着にしても 19.1 でしょ。しかし麻雀何があるか分かりません。ただここでチーピンとしました。
から4統一のところに1アンコウ。古谷は6巡目、1面詰めが完成しました。ああ、トンに紛れですか。なるほど。トンはそうですね、はい。古谷が2枚持っているトン。表示牌のローマン。お、ん、リアン、さあ、2アンコウです。センス、チュンとパーピンどっちか。パーピンを選択。これで仕掛けやすくなりましたね。ハクスルーしましたね、今回は。岡田さんが。あ、そうですね。今回は泣かない選択。受け駒に使うってことでしょうか。そうですね。お、さあ。待った、これなんか。三アンコウ、そして。なんか。そしてがありますか。ね、安い上がり方したくないな。いやー、ちょっと逆にチーマン山にありますよ。あと3万1000点をまくるんですよ。はい、数層が山にはありません。だから、はい、アキさんからだけは上がるけど、うん、はい、あとはまあツモにかけるでいいような気もしますけどね。タンヤオ3アンコードラ、3アンコードラ。さあ、老朽マンの天敗ですが、これは数アンコのイーシャンテン。岡田からは上がらないですか。上がらなくてもいいと思います。うん、あ、これは秋からの9番 はさすがに、はい、はい、3アンコードラ1.64ですもんね。はい、50分6400点。であと2万点ぐらいですね、約。さあ、川原も条件達成に向けて上がってきます。多分見逃すつもりだったんじゃないかなと思うんですけどね。あとで聞ければ聞いてみたいと思います。さあ、上がって何一曲です。4回戦何入何一曲になりました。あと1周、川原の親番です。ドラは数ピン、川原のハイパイピン図で567一面図できています。まあ、いいとは言えないけど戦えそうですね。はい、おっと、岡田が何やら、ドラドラ、いいハイパイを手にしました。まあでもほぼ降りないですね、ここはね、川原さん。川原はもうここは、まあでも難しいか、1823なんですよ、秋さんと。はい、それを残り1周でまくるっていうことなんですけど。なるほど、無理にこの曲というわけではないですか。まあ、あまりに無理があるんだったら、はい、そうですね。さあ、岡田がチーピンのポンから動きました。やっぱ仕掛け多いですね。はい、岡田発進。ただ今回もこの残ったポン子対牌4です。そうですね、はい、数層と数ピンという中ちゃんぱいの統一がめちゃくちゃ多い、ね。はい、片方はドラドラ、片方は数層という、なかなかポンするには怖いんですよね、あの持ち方が。普通はこれ手詰まった時に、そうなんですよ、タンヤオハイを排出することになります。ん、まあね、リャンマンならばどうでしょうか。泣きやすいかもしれません。ただリャンマン泣いたら4のシャンポンになります。現状山にないんですけど、リャンマンだったら出そうですもんね。あ、リャンマンもないですね。2枚秋と川原に使われています。数ピンが逆に山にありますよ。引けるか、きついな、これ川原さんの手は。
川原ちょっと今のところ4メンツ1ジャントをまとまるかどうか。あ、今度数走が泣けました。岡田なんかタンヤをトイトイドラドラ、リャンマン高めドラさんということで羽根マンになります。これ見てリャンマンは、ああ、いったり、まだいってるな。秋ですね。はい、危ないですね。ちょっとね、秋のリャンマンちょっと怖いですか。今ローマ行きましたからね。はい、いやどうだ、リャンマンが当たりだが、あー、ここはイーマンなんかな、タイヤ見えますかね。トイトイとドラドラが入っています。スーピンはあと1枚、山にあるだけ。リャンマンは小型のところに1枚ずつある。あ、イーマン、もう出ないか、もう出ないでしょうか。はい、あ、リーチだ。川原からペンサンマンリーチ、さあこの親からのリーチ、岡田のリャンマンスーピンのシャンポンは戦えるでしょうか。ね、これが怖いんですよね、やっぱり。先ほどおっしゃってた怖い状況ができてしまいました、はい、そうなんですよ。親は絶対来る、そして自分は好つてのため3種類しか、まあ積もってきたら入れて4種類、一応山に1枚両面にすることもできたんですが、スーピンが1枚ですね。はい、スーピン1枚ある。対して3万は3枚、うわー、3万3枚、3対1、3対1くらい負けてたな。いや、そうですね、うん、この辺から数万もいく、つまり3万もいくでしょう。まあじっとしてても、はい、やっぱり曲がただ放置さえしなければ勝手に曲が流れていって、はい、通過、あ、また3号できてるっていうのが普通なんで、はい、あ、というパターンが非常に多いんで、あ、スーピンここに来た。さあこれで岡田のつも上がりはない。ただただじっとしているのが、はい、セオリーではあるかなと思うんですけどね。ただ自力でこう切り開いてって見てる、はい、見てる方が楽しいんですけどね。いや、そうですね、はい、ちょっと思い切りのいい、そうですね、はい、岡田の攻撃です。さあ秋は数万数万と打って現物の3走、両万は大丈夫でしょうか。古谷引いてきたのは9万、数万合わせる。さあワンチャンスになっているか。まあ大丈夫ですね、足りそう、足りそう、足りそうですか。どうかな、足りてないかな。3万だ、うん、ここは宝珠になる川原の上がり。さあリーチ、裏は何だ。あ、ない、ありません。リーチは2000点。いや、よくしのぎましたよ ね。いや、はい、あわや岡田の高打点が炸裂してしまうところでもありました。踏ん張った川原、難波の親、まず難一曲連チャンです。上がって難一曲一本馬、ドラはパーピン。あ、まあ絶望的な手だったんでね。いや、そうですね、あれに結びついただけでもとりあえずよしとし、さあするかと。パーピン1枚、ソーズデイ1メンツ。じゃあから、さっきよりはマシかな。いや、そうですね。あ、ドラドラ、またドラドラ。またドラドラです。同じフォームできますか、これ、ポンポンで。あるかもしれませんね。古谷シャーチャーです、ね。シャーチャーだけど安い。上がりたくないですね、安いの1000点。安く1曲消化するのはもったいないというのがありますね。追いかける川原、そして現在トップの岡田、仕掛けの多い打ち手とのことで今日は随所に仕掛けている様子が見られます。古谷はウーピンがあんこになった。まあのんびりいくでしょう、とりあえずは。そうですね、何かしらの打点が欲しいところです。ただトップがねちょっと降りてきてくれたんで、はい、ちょっと可能性また高くなりましたね。岡田が、古谷さん、はい、はい、古谷は
自分の親番で一応大爆発予定ということですね。そうですね、はい、はい、両面になる。岡田はイーソー2枚を右端に置いています。カンパーソーが入ってきた。これは泣けねえですね。これでちょっと、はい、仕掛けはないでしょうか。今局3万、秋は形が良くなってきます。川原に差しの三色を見ている。いいシャンテンですね。イーソーパーピン69万、はい、岡田がいいシャンテン。スーピン切っちゃったか。ドラ切っちゃいます。ああ、まだ残した。重なりを見た。ただ岡田の町がシャンポンになるとドラが当たりという。確かに。はい。秋はどうする。目いっぱい行くのか。いや、安全牌持つでしょうね。いや、ちょっとこの形怖いですね。はい、ウーマンじゃないですか。あ、ここはピンズを両面固定。ドラを、ドラ受けを固定。これはなんだ。ここでドラのパーピン。カンチーピンの受け入れもいらない。はい、岡田はドラドラを固定しています。親がドラ来たんでね。そろそろウーマン、あ、はい、ローマンか。パーピン固定したなら。と余計な牌は。サブローソー、ハツトン。今4枚現物あって。あ、ここでローマンです。ね。川原は現状。あ、チートイツも見えました。岡田ここでシャーでしょうか。あ、チーソーつもぎりです。チートイツは見ない。残さなかったですね。はい。あ、チートイツの2チャンってなっちゃった。これはややこしい。川原難しいぞ。でもイースピンもともと薄いんで、はい、5枚見えてますもんね。これでリャンピン切る手はあるかな。でもそのリャンピンが実はチートイツのなんか良さそうですね、はい、かといってメンツを崩す3層は切っています。チートイツなら3層切りでしょうか、うん、それか、まあ、しかし親番で、あ、ここはリャンピンとしました。シャンテン数には勝てないですよね。そう、いや本当難しい。 いや、はい、薄いイースーピンは回避しましたが、回避と言っていいのかわからない。古谷はリーチといきます。パーソーと直風のシャアのシャンポンテンパイです。高そうに見えますね。岡田が1枚シャアを抱えています。確かに初もトイツで並んでいます。古谷はい、9万か。これは第1打2万9万1枚切れ、9万ですね。いやー、ここは9万、はい、川原いいシャンテン、そして岡田のいいシャンテンはシャアがロンハイになってしまった。あらららら、チートイツならテンパっていましたが、もうチーソー抜くしかないかな。ここは現物チーソーでしょうか、はい、チートイツのいいシャンテンでもありますしね、はい、ここは、はい、抜きます。パーソー1枚山に、あ、ありませんでした。秋が捨てている。これは順からだ。上がりがあるなら岡田の宝珠という。再びチートイツ、うわ、難しい、ね、川原さん難しいですね。いや、はい、非常に難しい。12着まで 16.2 だもんな今。さあ、山にはないぞ。マンガンクラス打っちゃうと結構きつくて、はい、川原、あれ、スーアンコのいいシャンテンになったぞ。イースーマン3万はどうだ。3万は場に1枚切れ、山にはありません。うーん、ここはしかしイーマン全部ポン、全部ポンですね、はい、はい、3万数も天敗が取れるように広く受けた。うん、スーマンがここに来る。
今切るのはイーマンなんだけど、ポンテン取った時ウーピン切れるかなとか考えてますよね。引いてきたのはウーピン、古谷にあんこの牌。ウーピンを切る心の準備をしているという。なるほど、はい、直前あそこでやっておくもんですね。するとスッと切れちゃうわけですね。それかポンしないという選択も出てきますね。はい、あ、テンパった。秋がピンフのテンパイ、高めドライチ。数万打つと一応ポンでんですけど、はい、これ数万打ったら川原ポンのウーピン宝珠という未来が、ね、はい、川原さんでも今トイツ落とししてるから、はい、脳天じゃないっていう読むのが普通ですね。テンパってないということですね、はい、そうすると、はい、あ、でも、あ、数万打った、打ったポンだな。これはウーピンになるでしょうか。あ、川原ここは宝珠となりました。秋の上がり1000、ピンフ1000は1300、1300に秋はリーチ棒が入って、はい、2300の、収入となります。19800点差ですね。さあ、川原空き缶が少し広がって、マンツも2回と、はい、難2局になります。親は岡田家、現在トップ。熾烈な2着争いとなるでしょうか。しかし秋が現在2着、ドラは3ピンです。岡田のハイパイは2メンツ9ピンアンコース、ピンズで 1,2,3 ドラメンツができています。もうよほどのことがなければ、はい、敗退しないと思うんで、岡田はほぼほぼ確定になってきたでしょうか。う、ここ連チャンするしないっていう選択はありますか。しないという、まあ、はい、愚形のリーチ打つとかはないかなというところで、ある程度の打点なら、そうですね、でいいってところでしょうか。一応アキさんとね、はい、8000点差ぐらいしかないんで。なるほど、ここをトップまくられると結構厳しくなりますか。そうですね、次のターゲットが自分ってことになっちゃうんで。川原まとまれば面白そうな形。岡田はある程度手は作るようです。そうですね、まあ、上がれるのがあった方がいいですよね、それは。はい、さあ、秋表示牌の2ピンを引いてきた。これは決定打になりそう、この手牌なら。ドラ含みのメンツと4連携です。川原は総図に寄っていきたい。そうですね、今、はい、難しいところですね。川原さんでもドラが3ピンなだけにパーワン先に打ってもよかったですね。マンズでメンツができた。さあ、ペンちゃんの選択、チーソー1枚切れ、まあ、急ぎになりそうですね。想像の下を持ってそうなんで、うん、はい、ここは急ぎり、あ、持ってそうなのは、親の岡田さんですね。はい、ローソー打ってるんで想像の下大体あるなって考えて、親へのケアということですね。はい、また自分にも入らない。古谷は想像しか打っていません。ん、ウーピン、イスチーピン、はい、ピンズが伸びてきた秋。秋が仕掛けます。古谷の打ったチーピンのチー。さあ、タンヤをドラドラ、現状パーソー短期、うん、2ピンも入っていた。お、岡田はこれを見てどうするでしょうか。一旦秋の現物数万に一瞬止まった古谷は関数万の地位を入れます。これ E ピンパーピンも打っていくと。そうですね、はい、つもぎり。岡田はシャーも打っていきました。秋の風です。うん、こったけどちょっとまだ遠いですね、天杯までは。パーソー使えるのは大きいですけどね。川原ですね、
はい、パーソーは今秋への報酬となる牌です。初乗っていく、つわばに2枚目、自敗が重ならない。そしてこの短期のパーソーは1枚切れです。山に2枚、1983、まあまあ漫画のクラスですね。岡田さんの連チャンはちょっと期待できないとして、はい、古谷はもう連チャンしてきますね。そうですね、はい、古谷、川原は3走は別にする。形が、テンパイですか。テンパイだけど、まあマンズですしね。そうですね、チュンキって闇天、はい、取って闇天ペン3万積もったら上がるぐらいの、はい、3万は C に使う、はい、ここは宝珠となりました。古谷タンヤオドラドラ3900、さあ3着との差がこれで2万点を超えてきました。二階堂脇リードを広げます。237差ですね、まあ、237差コーラス親番なんですけど、はい、マンツもマンツもで届かなくなる上がりですね、これで。川原さんがですね、なるほど、川原にとっても条件を突きつける3900となりました。さあ南三局、ご覧の古谷の親番ドラはチーソー、さあラストチャンスの親番、うん、いいハイパイ、悪くないですね。単品ドラ1以上か、これとりあえずこの半者のトップまで突き抜けちゃえば、はい、もう可能性出てきますんで。さあ古谷はここでトップまで大連チャン、岡田はちゃんた系のハイパイでしょうか、マンズウーパーマンのターツもある。古谷目一杯、安い手で終わらせたくないですよね。連チャンは絶対しなきゃいけないんだけど、なるほど、この打点も必要、そうですね、そうそうチャンス来ないと思うんで、この手は4000オールクラスにはしたいですよね。これはチャンスと見ていいでしょうか。メンツができた、1つ目チャン点、秋もちゃんたよりの、そうですね、はい、ただもうやはりその川原さんマークするのがテーマで、この曲さえしのいじゃえばもうほぼ大丈夫ですからね、はい、いや大きな一曲ですね、ここをしのげばほぼ勝ち上がり、はい、岡田も同じことですか。川原さんもトンですね、これはどう、はい、あ、川原ペンチマン、どっちに持ってったんだろう、イメージしてるのが古谷さんの連チャンにかけるっていうのも一つですよね、ひとまずは。で秋さんが飛び込んでくれたりなんかしたらもうそれは最高ということで、なるほど、それで後からトンを泣かせるとかそういうことも考えたんでしょうか。パーマン帰ってきた、いってらっしゃいませ。 あるかもなと思います。うん、いいそう、つもぎります。これもね、高打点、はい、打点見ました ね普通ピン切りですからね、これ14期の女流岡です。古谷シャアを残してここはスリムにします。このあ2差しかトンになるでしょうか。見差しとすると3万そういうことですね、うん、単品3色目指してますね、はい、なるほど、9ピンはいらない。あとまあ6、7、8のイペコ、はい、単音イペコになるかもしれないなとか。川原も打点が必要、いいシャンテン、ジャン島ができた形になりますか。いいシャンテン、川原も手が進みますが、これは打点がない、ウーマンのアンコ。そうですね、でも1000、2000引いても1ああと破熱も条件が残らない、はい、うん、厳しい。やっぱりマンガン確定させたいですね。ここでマンガンを上がっておきたい。川原が選んだのは数層、一曲連チャンしてくださいって感じかな。
おそらくチャンス待ちでしょうか。はい、2ピンか3ピンですね。ただ古谷もちょっと難しい形になってるでしょうか。ここはチャンス、手広くはなってるんですけどね、はい、まだリャンシャンテンという、間違えたくない選択続きます。古谷、岡田の手が進んできています。積もれば曲は消化したい。古谷の現物イーソーを使いました。あ、ゴロチが見えたけど、これはもう天杯、うん、はい、ちゃんと取りに行かないと危ないですね、はい、そろそろ。さあ、馬は9巡目、中盤も中盤。古谷は絶対に落とせない親番という状況。岡田はこの形のいいシャンテン、数万のポンから行きます。間に合わないと思います、ね、ちょっと、はい、巡目との相談の結果仕掛けていきました。いいシャンテンです、古谷。この意思を見せてくれると、はい、川原さんも、まあ、降りやすいというか、なるほど、まあ、ここテーマが決めやすいですね。川原がタンヤオチートイのいいシャンテンまで来てますね。こちら。ん？ウーピン。タンヤオの並びシャンポンという形、これも打点がない。ただ、はい、いやダメだな、やっぱりごめんなさい、なんでもないです。アキさんから出た時だけとかあったかもしれないけど、イベコスケに行きましょうね、はい、打点を見ます、はい、ウルタニはこのいいシャンテン、本当はロンなんだけどみたいな。本当はそうですね、川原リャンマンは当たりですが、これを当たってしまうと自分の敗退を決めてしまうような上がりになります。そうです、ね、はい、岡田はイーシャンテンが広くなりました。ウーソーは古谷にチーする牌、あーリャンピン、とにかくテンパイを取りたいですね。流局した時には川原さんはテンパイを取っていたい、はい、だからローマンでもいいんじゃないかな。川原もはい、まあイペコになるのは理想なんですけど、ローマンにしました。最悪テンパイだけでも取るっていうことで、そうすると最後マンツモ条件ができるかもしれないですよね、はい、さあ秋はパースを引いてきた、まあ、安全なのは急走切りなんですが、はい、ああ現物切りましたね。前順岡田がローマン抜いたんですが、3アンコになった。3アンコ、これはリーチでいいんじゃないですか、はい、数アンコ見るのはさすがにちょっと順目とは、順目もありませんか。でマンツメンタンツも3アンコ間違って裏が乗れば、あー、はい、うん、ここはリーチに行くところか。ちなみになんですけど、はい、これは2山です。リャンマン3万1枚ずつありますね、はい、さあ第15期女流王か川原ブロックインベスト16分岐点に立っています。ここはさらなる打点を見ました。本当に数アンコウのイーシャンテンを選択。岡田は前順ローマンを打っています。数走は川原、古谷の現物。マンツモした時に次ハネツモ条件なんですよね、はい、あーウーピン、もういいよリーチ、あ、しかない行かない、もういいよリーチありましたかと思いますけどね。古谷テンパれるか。いやローピンポンなのにな古谷さんが。そしてあーなるほど、それもありましたね。これ打てないな。秋3ピンなのか、なんだ急走、3ピンと急走が近かっただけですね。ドラ切る、切りますよ、条件は一緒だから。ドラのチーソー、これも切らなきゃいけないってことですか。そう思いますけどね。まあ、何点打とうがもう一緒なんて感じですよね。あとは、うん、ここはチーピン、
先輩取るか取らないかで、はい、やっぱり大きな違いがあるんで。なるほど、条件が少し。そうなんです。次はマンツも OK になる、はい。あ、テンパれた。ポン。さあ、これはさすがにポンか、あとって言ったんだ。ポンって言って。言ってない。何なんだろうんだこれ。いや、音が聞こえないから分かんない。我慢してるっぽいですよ。ちょっとマスクも。チーを考えてるのか。はい、秋がチーですね。なるほど。いや、やめました。ちょっと川原は仕掛けてドラを打つのが厳しいという判断だったんでしょうか。もともと打ってないですからね。まあ、ここで。ということなんでしょうかね。スワンコを狙ったということで。うん、まあ、リャンマン、サンマンも本人的にはちょっと。ということなんですかね。薄いかなということでしょうか。古谷はウーパーそうです。いつもはありませんでした。秋のところに5枚あるウーパーソー、古谷はテンパイを入れました。数アンコを狙った川原はここで脳天連チャンです。古谷の一人テンパイ、特に条件は変わらず、はい、条件というかまだ何三曲ですけどね、はい、川原秋間も1000点ずつ支払ったために同じ点差です。さあ、古谷連チャンで何三曲一本場となります。親を終わらせれば、岡田秋にとっては大きな大きな曲進行となります、ね。さあ、ドラチーピン2枚あります。古谷チャンスで来たな。これは来ました。メンツもできている。一つタンヤをなんとかドラドラ。ちょっと重い。秋は重たいですね。さあ、川原は高打点あるか。難しいですね。ソーズで一メンツ吐くから一応一通ぐらいか。通過、まあ、岡田は初が重なりました。もう一曲お任せかな。古谷は仕掛けもできる。できれば面前で積もりたいところでしょうか。あいつどっちも一通がある。お、間を取っていいピンか。いや、いいそうか。 1,2,3 の3色もあるってことですかね。あ、いろいろあったそんな選択。この形になっちゃうとポンですかね。いやー、3と1はハイポンかもしれない。まあ、ドラはもちろんとして、チーソーなんかは、チーソーリャンピンはポンなのかな。もたもたしてるとね、ポン、これポンですね。はい、あ、初のポン。さあ、絶対に許してはいけない曲回し、古谷。これ受けたらやっぱポンでしょうね。古谷さんも、はい、多少ね、あの上茶、はい、上茶からの仕掛けも、そうですね、上茶が行くということなら、ちょっと甘い範囲がこぼれてくる可能性ありますよね、はい。さあ、この3万、これはメンツ足りてるんで食い伸ばさない方がいいですね。これは、はい、ん、入ってきましたね。さあ、チーソーか。チーソー、サブローソーは下茶が切っています。1枚ずつ切っているだけ。さあ、ここはいいピン、タンヤオということでしょうか。ウルタにリャンシャンテン、そして秋は今この形。岡田に打つまでありますか。ああ、そうか、そうですね。ちょっと今の数万も、まあ、親に危険な牌を先に打っとこうみたいなとこもあるかもしれないですね。親というか、まあ、川原さんの現物は持たなきゃいけないとか、はい、いろんな事情が混み合っています。そして川原も止まっています。打点をどこで作るか、うん、ここで三色とお別れ。そして初を仕掛けているペーチャの岡田、古谷の親を終わらせる予定。なんかドラマあるかな。いや、そうですね、この後どうなるか。テンパイ入るか入らない。3層チーか。さあ、これはチーか。
そしてどっちだ、チーソーチーソーか、リャンピン。リャンピン。これチーピンとチーソーを残しました古谷。あいつ。どっちがいいんだろう。いいシャンテン広くなった。全部仕掛けていくとは思いますが。シーソーは山に1枚。岡田もいいシャンテンが広くなります。スーピンウーピンのポンテンが入る。チーピンが秋に入ってきた。チーがなければ古谷ドラさんになっていました。チーピンまだ山に1枚あります。さあ本日ちょっとまとまってきました。そうですね。でもサブローピン打つ気がない感じですよね。あ、これ1通がいいチャンネルにありましたね。川原はマンツモが見えてきます。ポンだ、はい。そしてリャンマンのポン。さあ7のシャンポンという。7と7、はい。これも引いたら結構面白いですよ。いやーこれはチーピン引くと嬉しいですね。はい、嬉しいチーピンですね。嬉しいチーピンです。いや、あと1枚ありますよ。そしてチーソーも1枚。山に2枚のチーピンチーソー引けるか。ん、仕掛けが入りました。アキペイのポン。サブロピン打ってなかったんで打たない。ハクですね、はい、きっと。これハクハクか。あ、ハクは2枚切れです。はい、いいシャンテン。安全な進行なら行くと。さあこの数ピンは岡田に天杯が入る数ピンです。それもあってね、チーマンも多分わざと絞ってるたんでしょうね。はい、ここで川原我慢、うん、任せたと。あー天杯入った。これ待ち強くないですか。ウーパーソー強いな。これこのウーパーソーはさあ止まるのは川原だけでしょうか。お、数ピンと3ピンで迷って数ピン選択。引けるかチーピン。さあ時間がないぞ。古谷時間がないぞ。あ、打ったかな。あ、打てないか。この嘘は岡田の当たり牌ですが。これ打てるの。あ、ここは打った、はいはいはい。あ、古谷の矢が終わる。岡田の上がり初戦は1300。いやこれで勝ち上がりをかなり濃厚にしました。岡田そして秋。古谷さんの条件が分かんないけど、はい、川原さんはバイツモですね。バイツモ、羽直バイツモ、羽直バイツモ、なかなか厳しい条件。さあ、条件の確認に入ります。ご覧ください。現在トップは岡田。さあ古谷の条件、さあこちら、スタッフからいただいております。古谷の条件、ツモの場合、はい、役満ツモです。役満、はい。出上がりの場合、秋からトリプル役満という、はい、あ、3倍満、失礼しました。3倍満、3倍満、はい、トリプル3倍満ですね。はい、はい。そして岡田の上、あ、岡田からも3倍満、川原からはダブル役満という。なるほど、まあ役満狙いですね。3倍満狙いはないんで、はい、役満狙いとなります。そして岡田の条件ですね。あ、川原ですね、失礼しました。川原さんは、あ、そうですね、羽、秋さんから羽直か、はい、3倍満出上がりか、ツモなら倍満ですね。はい、岡田から倍満。あ、岡田さんからも倍満か、はい、ツモなら倍満、はい。さあ、かなり高打点が必要な最終難4局と。そうですね。ただミラクルバイマン、ミラクルヤクマンなんていうと羽直か、秋さんから羽直、はい、秋から、はい、ですね。秋から羽マン直撃ですね、はい、はい、3倍マンなら、はい、大丈夫ですね、はい。まあこの曲は秋さん降りるだけですけどね。さあ1曲で終わる難4曲となります。
現在岡田亜希の、はい、1着2着と。トリプル役マンって私言ってましたね、さっきトリプルって聞いてばっかり。トリプル役マンってこと、水槽系のやつですね。そうですね、水槽スワンコ第3位とかとかですね。さあ条件確認が終わりました。4回戦何4局、まあ注目は川原さんの敗敗ですよ、はい、川原が逆転できるかどうか、うん、ポイントです。古谷さんの役満が見えるかっていうことと、はい、ドラは2万、二階堂亜希のハイパイは一旦降りる準備をするっていうことですね。はい、ウーソーから一局で終わる。川原バイツも見えるか、三差しの三色だとドラが絡んで、メンタンピン、ツモ、三色、ドライチ、イペコとか、あとはもう2、2、3、4で2積もるとかそんな感じでしょうか。そうですね、あと一発か入ってとかなんちゃなんで、あ難しい。ここは第一打チーマン、なんか違うの見てるな。これはメンタンピン、ツモ、三色じゃないものを見ましたね、はい。そして岡田が意外と揃っているハイパイを手にしました。古谷さんは第一で急走じゃない、はい、ああでももう何でもダメだ。古谷は三倍マンなきゃいけないですもんね。そうですね、役満ツモか、うん、マンズのメンチンか、かなりか数ワンコか、うん、かなり苦しい状況。これね、はい、並べ直したら、まあ、条件って破熱も条件とかって、まあ、大体同じことやるんですけど、はい、後で並べ直したら並んでる時本当に悔しいですよね。後でなら、あ、この捨て牌とか、捨て牌とね、あ、できてたっていう、はい、なるほど。その手牌の13枚と捨て牌の18枚ほどを組み合わせた時に、そうなんですよ、この手順があったかと、はい。だから1個もその、はい、まあ、絶対無理な手順ってたまにあるんで、はい、例えば、ね、もう倍馬見えてるのに国士が上がってたとか、それは絶対無理なんで悔しくないんですけどね、はい、そのルート的に行けなくもなかったことは分かりますか、途中で。そうですね、それは悔しいですね。あと危ない、ワンパイが見えそうでしたが問題ありませんでした。ちゃんと3色どれちゃんとにしたのかな。なるほど、川原はちゃんとちゃんたまあるかもしれません。違うかな、メンタンピンツモ3色ドライチの方が良さげだけどな、足りないですけどね、7本しか置いてない、うん、急走きた。これでローソーやスーピンということになるんでしょうか。ピンツモダブナンチャンタ3色か、はい、チャンタ3色は倍ツモですね。お、うん、キューピンになるか分からん。何を3色だからってことですかね。もう789のメンツはいらない、うん、ローソーローソースーピンと切っていくんでしょうか。さあ岡田圭がなんだかタンヤを逆に煮詰まってしまってるような。さあ秋はもうタンヤを這い、川原に通っていなそうなところから切っていきます。一応形できましたね。はい、多発は揃いました。ただ岡田さんの手がいい。なんがですね、悲しいお知らせです。古谷と秋に1枚ずつ。じゃあ川原のダブナンが3枚になりません。リーズモチャンタ。リーズモチャンタ3色ドラウラ。ウラ。バイマンです。一発とか。なるでしょうか。これはもうどうせこの局で終わりだから裏ドラ勝負しちゃった方がいいですね。ああこれ悩ましいですね。わあマンズが悩ましい形。タンヤオの方にこだわってますね。カンチーマンリアウマン、はい、もちろん上がったらその場で終了です。はい、岡田は少し手を組んでいるようです。でもこれリャンソーパーソーあるね。川原さん、川原のリャンソーパーソー、はい、ありますね。リャンソー2枚と、はい、パーソーは1枚切れ、手の内に1枚、2枚2枚2枚ずつあるんですね。このリャンソーパーソー2枚2枚、これ一発で引いたら勝ちですからね。テンパってリーチかけて一発で引いたら、さあ秋はもう
やることは決まっている。川原引けるか。先輩も一旦ここはローソーか。リーズも何匹も備えます。チャンタドライチ、これも裏ドラショート。はい。7班で裏ドラ勝負。数層は、はい、読んでおりません。2層パー層です。まだ2枚ずつ山にあります。数層チームも一応なくはなかったですね。手広くしといて。はい、明らかに岡田ですね。はい、岡田さん。いやー、3色じゃないんです。順ちゃんになるかもしれない、でも何切れば。なんリーズも順ちゃん3色だったら、はい、だったらもう抑えられてそうな何ということでしょうか。あ、ここはダブナンを生かす方向。なるほど、これだとないかな、はい、裏ドラ勝負になるでしょうか。なくなっちゃったかな、これ。カンパーソーが、はい、2枚山だったんですが、そうですね、イーソーもないし、両層引いてリーチの、はい、難易層という形になると、はい、ね、はい、まあこちらの視点からはないことがわかるんですが、これでパーソーと両層が、あー、パーソーギャー、パーソーギャーです。これは、なんなんだったら、でもやっぱ順チャンスね、これは本当は。なるほど、確定でクリアするから、はい、確定で倍満だったんですが、いやー、パーソー、この後両層引いたら本当に悔しい。いやー、こっからもう引きたくない、はい、やめろ。そうです、やめてください、やめてください。人のことだけど、はい、この選択、こんな過酷な結果にならないでほしい。いや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 、あら、岡田は何でしょうか。非常にいい手です。うん、古谷もどうやら難しい形。危ない危ない、いやー、リアンソーここに来た。危ない危ない、1枚残り1枚のリアンソー。でもリーチって言ったら一発消されて積もったかもしれないですよね。いやー、そうですね、嫌なことばっかり言う。そんなこともあったかもしれない。そうですね。あ、でもリーチだと何なんになるんですかね。そうですね、まあ誰かが現物切って、はい、当然アキさんは地位しますからね。それは配点も一発も消えるんで。いやー、川原舞子ダブナン統一なかなかほぐせない。やめろ。ただ岡田がなんだかメキチンのような最後、すごい、4枚使いのチートイズみたいな、はい、関して川原のツも消したりしますか。あ、そうですね、はい、まあ、まあ、あまり意味ないんですけどね。岡田はもうトップであればその必要もないでしょうか、はい、ただ念のため それをやった方がいいと思いますけど、ね、あ、意味ないな、もうど何にしろ意味ないです。いやー、川原もここで少しでもツモを減らしておいた方がいいか。はい、2人立ち上がりが決定しそうです。うわー、リアンソーがここにいた。やっちゃったな、これ。うわー、最後に倍満確定のツモがあった。いやー、川原もこの表情。いやー、ちょっとこれは過酷な結果が待っていました。失敗。いやー、失敗何歳切れていれば。ということで4回戦が終了しました。4回戦トップからは、岡田、そして、2着に二階堂脇、はい、3着古谷、4着川原という並びで4回戦が終了しました。これで、第19期プロクイーンベスト 16D 卓勝ち上がりは岡田、そして二階堂脇の2名となりました。いやー、滝沢さん、これは最後ドラマありました。何、はい、を選べなかったことは、まあ、まあね、はい、終わってしまったことはしょうがないんですけど。いやー、そうです ね、勉強ですね。いっそつもぎりでもよかったわけですよね。あそこのカンパー相払いがなければ、あ、配定がまずらされちゃいそうですけどね。あ、そうですね、配定で積もれたかどうかは、ちゃった時に、はい、順ちゃんだったら、まあ、どっちにしろ積もったみたいな、うん、消されなかった、コートの動きだったらね、でしたね。いやー、ルートがあったという、うん、ちょっと川原、今日眠れないかもしれませんね、そうですね、これ。
確かに、はい、さあということで、はい、4回戦終了いたしました、対局後のインタビューですが、はい、本日、はい、現状今準備しております、勝ち上がった2名にインタビューを行います、しばらくお待ちください。さあ準備ができたようです。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。では、はい、本日の四半ちゃん振り返っていかがでしょうか。そうですね、なんか、はい、最近ずっとこんな感じなんですけど、こんな感じの時にどうかなっていうのを結構ずっと考えてて、あ、はい、あ、すみません、マスクは外していただいて大丈夫でしょうか。はい、そうです、あんまりちょっと、はい、良くないのかなっていうのは最初から感じてて、でそういう時にどう打とうかなっていうのを最近ずっといろいろ考えてるんですけど、はい、まあ、途中はちょっとできたかなって感じでした。はい、今日は遠い仕掛けも多かったようですが、はい、そうですね、やっぱ、はい、ちょっとそういうのもしないと、まあ、1回戦ラスだったというのも関係してますか。1回、そう、はい、そうですね、はい。さあ滝沢さん、今日の古谷さんはいかがだったでしょうか。どうですかね、通して、はい、なかなか噛み合わなかったのが多かったですよね。いやー、苦しい展開でした。はい、そうですね。はい、特に楽。はい、まあ、最近こういうのが多いというお話ですが、まあ、どうなんですかね。本当の本来の持ち味はね、ちょっと出なかったのかなっていう感じがしましたね。はい、はい、なんだか、まあ、ここで、敗退ということになりますが、はい、またではプロクイなど今後活躍は期待しております。最後にファンの方に、はい、メッセージお願いいたします。そうですね、負けちゃったんですけど、はい、また戻ってこれるように頑張ります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。古谷友美プロでした。さあどうやら4人いけるんでしょうか。そういうことか。あ、4人インタビューいけるそうです。はい、はい、というわけで続いては、はい、4321で、4321で、はい、おそらく来るとは思います。はい、あ、はい、川原舞子プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあまず、今日4半ちゃんのもう感想というか、まあ、最後4回戦のオーラスが印象強すぎて、はい、いやー悔やまれるとこですが、まずは4半ちゃん振り返ってのご自身の感想からお願いします。なんか、まあ、トーナメントなんで、はい、ちょっとね、慎重に、丁寧にって思ってたんですけど、その最後にね、なんか焦って換算ピンのリーチ打って1万2000打って、ちょっとね、ダメでしたね。いやそうですね。ちょっと3回戦のオーラスも、秋さんにロースを食わしたのは、うわー酸素切れたのにとか、ああそれは滝沢さんからも指摘が、でも、ね、はい、立ち合いのサルさんに聞いたら、はい、もうローソー切るなって言って、あとで、あとでローソー切れる、酸素派とローソー派に分かれるようです。あとでもう一回ローソー引いた時にローソー酸素切れるようにって言ってましたね。そうですよね、難しいですね。酸素泣かれてないからね、その前。そうですよね、換算品もなんかあれは 実際は三山で、はい、強いリーチでした、うん、そんなになんか結果出てたら反省点になってないのかなと思うんですけど、まあ、なんかリーチ打っちゃった方が親がやめてくれるかなと思ったんですけど、あ、そうですよねっていうね、はい、ね、押し切られちゃいましたっていう、ね、押し切られて、はいはい、はい、ということで、今回ここで敗退となります。また今後の挑戦やファンの方に最後メッセージありましたらお願いいたします。はい、はい、ちょっとね、初めてのベスト16で結構気合い入ってたんですけど、ちょっと不甲斐ない結果に終わってしまって、ちょっと内容もあんまり良くなかったので、ちょっと応援してくださった方に本当に申し訳ないです。と次また、はい、なんだろう、重量が決定戦かなとかで、また
放送出ると思うので、はい、その時はちょっといい内容で勝てるように精進します。ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。川原舞子プロでした。でも、はい、そんなに1回戦目はなんか微妙だなと思ったけど、はい、その後別にそんなに2回戦トップで3回戦が4着だったところから、うん、でも、はい、内容がどうだったって感じでもなかったですけどね。あ、最後の最後のは順ちゃん狙ってほしかったな。いや、そうですね、高い方行けばっていう、うん、まあ結果ね、はい、あの動きがあってどうなったか分かんないですけどね。はい、確かにリーチといえば、はい、もうチーポンは入っていたとは思うんですが、一発消しが入った、入っ1巡目に入れば積もれるし、はい、っていう感じですよね。はい、はい、そして3人目の方、あ、お疲れ様でした。二階堂あきプロ、お疲れ様でした。はい、まずは通過おめでとうございます。ありがとうございます。では今日の4半チャン振り返っての感想をお願いいたします。1回戦目すごくついてて、ただ、はい、大きなトップでした。はい、内容がそんなに良くないなと思いながら、ただ後半ちょっと気を引き締め直して打てて良かったです。はい、引き締め直して打てて良かったというお話ですよ。いやもうだってちょっと、はい、展望持ってから の打ち方がすごく悪かったなと思って、1回戦目ですね、うん、で井上さんが1回戦目大きいトップ取って負けちゃった時あったじゃないですか。ありました、はい、あれがめっちゃよぎっちゃって、はい、なんか結構ひよひよになっちゃったなと思ったんですけど、なるほど、シータクの、悪夢が再来するかという心配があったということですが、滝田さん、はい、今日の秋さんはいかがでしたでしょうか。ちょっとやっぱり要所で、はい、その一番大きかったのはあれですよね、スッチーピンダブルメンツで5566でスッチーピン泣いて、はい、あのウーピンアンコインして結局上がりきるっていうのがあったんですけど、リャンスオパーソーかな、ああいうのはもう大きかったですね、うん、あれめっちゃ大きかったですね、うん、その後6-4打ってマジで泣きそうになりました。あそこからだけ上がるんですね、きっと川原さんも。そうですね、アキさんからだけ上がるんじゃないかという話で、うん、多分そうだと思うんだけど、はい、まあまあ本人聞くの忘れましたけどね。あ、そうですね、ちょっと本人がオーラスですね、実は、順ちゃんで上がる道のりが道順があったので、うん、はい、バイマン条件クリアという、はい、ただ仕掛けの具合によっては分かんなかったですね。一発消されたらそれはそれ積もっちゃうけど、背手ずらされるとまた上がれないという、うん、はい、でもだそういうのにちゃんと構えて ある程度タツを残しとかないといけないので、もうなんかちょっとこう倍積もってそのなんか色一色っぽくないから、うん、なんていうんですか、羽直、まあ、積もってバイマンとかになんかドラリアンマンでマンズじゃないからなさそうだなと思って、うん、なるほど、リーズもチートイドラドラ裏裏条件くらいだったら入るのかなとか思って、うんうんうん、なんかそういう折り方をしちゃったんで危なかったですね。どうせ羽マンクリアしてるやつ手役があるだろうってことですよね。そう羽マンバイマンか、バイマン、うん、そう思って最後の折り方も、うん、そんなに良くなかったな。確かに思いました。そうか、スケツ準備しなきゃいけないかもしれないですね。そうですね、ターツを残しながら、ね、全然発想になかったですよ。ああ、滝沢さんの発想になかったそうです。そうですね、確かに、はい、この後私も今初めて聞いたので、はい、精進したいと思います。勉強になりました、はい、すいませんでした、はい、あ、さあそれでは最後に秋さん、これから、ベスト8そしてプロクイーン決定戦の、まあ予定もあるとは思いますが、とりあえず今日勝ちました、ファンの方に最後メッセージありましたらお願いいたします。はい、今日応援してくださった皆様ありがとうございます。次ベスト8で、ちょっとこうなんかプロクイーン1回取った後が全然こういいとこないんで、今年こそ決勝に残りたいので、ベスト8も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。二階堂あきプロでした。これで、最初に説明があった、はい、あ、そうですね、適用されるんですね、はい、D タク2位での勝ち上がりということになりますので、これはベスト8は A タクに、D タク2位が入るんですが、おそらく、逆になると、はい、後ほどお伝えしますが、はい、変わると思います。さあそして最後はこの方です。岡田圭プロ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあまずは通過おめでとうございます。ありがとうございます。さあ初めて麻雀見させていただきました。今日の四半ちゃん、まず振り返ってご自身の感想からお願いできますでしょうか。1回戦なんか全然入り込めてなくて、2回戦も3回戦もなんか1回戦は全然戦いを避けてる感じで、
なんか自分らしくもないし、多面待ちになったのにリーチもしないしみたいな感じで、なんかちょっとダメな自分がいっぱい出てしまったなと思って、反省して2と3に臨んだんですけど、2と3もなんかトップまくられちゃうし、なんかこれはもう絶対今日は負けちゃうなと思いました。オーラスで悪夢のようなまくりが2回続きました。2回戦3回戦、まあ仕方ないです。あのそういう風にビザを作ってしまったんで、まあでもなんとか追いついたような感じっていうのが正しいのかもしれないです。さあ滝田さんいかがですか。そうですね、あの、はい、ご本人もおっしゃってましたけど、はい、その入り込んでる感じはすごい伝わりましたよね。うん、そうですね、入り込んでる感じ、はい、なんていうか損得あんまりこう持ち出さないというか、なんか素直にフォームでずっと、はいはい、一番素直に打ってる感じで、はい、そのまま押し切ったって感じがしましたよね。圧巻でしたね。途中ドラのチューンに愛されてる時間が長かったと思いますね。相手は怖がってくれるし、はい、チューンの暗巻を見せた時はもう切るんじゃないかっていう話もあったんですが、切った方がいいのかなと思いながらも、はい、でもあの自分が欲しかったローワンが泣かれてしまったんで、はい、うん、もうここは見せてちょっと、なるほど、あのちょっとフェイスの強さを振り切っておこうと、はい、難しいですよね、あそこね。いや、そうですね、うん、見せてきたあの思いの良さ、はい、どうせバレちゃってるなっていうのもありますしね。役牌全部切れてましたもんね、うん、あれ9万からチーして、だから、はい、まあ見せるもあるし、その上で1枚切るもありましたよね、うん、どっちも。でも、うん、攻められちゃったらまずいからやっぱり切る方が良かったかもしれない、うん、ああそうですね、相手にドラ乗っかってる可能性もありますもんね。でも自分が跳ね間になる可能性もありますし、ね、いや、そうですね、その、はい、まあまあまあ難しいですよ。さあということで、ベスト16勝ち上がりということで、次戦ベスト8となります。まあこれからの展望と、ファンの方に最後メッセージありましたらお願いできますでしょうか。はい、あのみんな、あの何でしょう、私ちょっと関西地方に住んでるんですけど、関西のみんなや、はい、あの先輩、今日わざわざ電話してアドバイスくれたあの先輩なんかもういつもありがとうございます。また次も頑張って、ぜひプロクイーンの世界を見てみたいと思うので頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。岡田圭プロでした。お疲れ様でした。コメントも多かったですよね。いやそうですね、はい、はい、そして、まあ、プロクイーンの世界を見てみたいとおっしゃってました、うん、もう見てるかもしれない、ね、そうですね、もうベスト16であのご覧になってると思います。いや今のも駆け抜けたら全然優勝ありえる、ね、いやそうですね、はい、さあそして、組み合わせが、はい、左下ですね、こうなりました、ベスト8 A 択、日向愛子、和久津明、二階堂、ルミ、そして4枠目、こちらが、本来2位の二階堂枠になるんですが、はい、兄弟ということで、岡田圭がこちらに入ります。すげえ豪華メンバーですね、はい、A 卓に岡田圭、そして B 卓に二階堂亜希が入ることになっております。さあそしてベスト8は次回 A 卓ですね。実況私鳥谷幸則、そして解説は藤崎聡プロです。ぜひご覧いただきたいと思います。さあということで、本日は、4回解説ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、次回またベスト8でお会いしたいと思います。本日はこのあたりで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。